ご昭和くださいなんですよ、この番組を初めて聞いたという方、昭和のね井戸端会議なんですよ、はい、チャーリー浜もね天国に召されまして、ね、そうですもうすごい好きだったの僕、うん、じゃあありませんか、あるせんかいずこへっていうやつですねそうそのただご冥福をねお祈りしたい、まあ、なんか沢村忠さんもねこの番組で言ってないですけど、はい、キックの鬼とかね、そうですよ、なんかちょっと田中邦衛さんもそうだけど、なんかこのところなんか昭和のシンボルっていう方たちが結構ね、沢村さんねかっこよかった、あれでね真空チューインガムすげえ売れたんですよあのね沢村選手もガムを噛んで顎を鍛えてるっていう本当かいやっていう感じで、その確かに顎は弱くはならないね、ガム噛んだらね、どうだガムを ねこの間ねチューインガムを二十、はい、数年ぶりに俺自分で買って、はい、なぜ買ったかっていうのはまあ魔が差したみたいな感じで、じゃあ魔を差そういやちょっと買ってみようかなと思って、はい、うん、ただそれだけ顎疲れた顎、うん、ちょっと疲れた、ちょっと、うん、昔は味がなくてもずっと噛んでたよねみんな、最後粉になるっていう都市伝説がありましたけど、あれ都市伝説っていうのは僕たちには関係ないんですよね、田舎だからそうそうそうだからその山口では、いや当時はね、都市伝説都市じゃないからね、あ、まあ、なんかよくわかんないけど都市なんだろうけど規模がなんかイメージ的に違う、まあ、そうですね、少々知覚過敏どういうことですか、しみる冷たいものが歯にギュッとしみるのっつってね、あらじゃあもうホームランバー、ね、ホームランバーとか食べるの大変じゃん、いやそのそういう歯磨きを買った、え知覚過敏用のですか、買いに行った、ええ、うん、でそこの薬局のお姉さんにすごい説明したら相談して、うん、もう分かりましたって言われた知覚過敏ですね、もうねかなか冷たいのキューってったらここキーキーってなってスルスルスンちゃって、であんたも細い頃あの銀紙を噛んだ時にキーってなったらスルスルスンがあったろ、銀紙噛むとさ反応してた、あれ何かな、いやなんか反応するんでしょうね、うん、電気が走るのかどうか僕には仕組みはよく分かりませんが、何でもビリッときたことを電気が走るというふうに昭和の時は表現してましたよね、走るんですよね、ビャッと通るんだよ、本当歩くわけじゃないんだよ、うん、スピードが速いんだよ、ああマッハ、 マッハ今日は昭和の臨時収入、姫山のカラスさん、昭和28年生まれの67歳男性でございます。私昭和47年から北九州市の大学の法学部に通いまして、美術部に所属していました。美術部にいたんです。法学部一緒じゃないですか、高橋君、高橋君は道路標識学科ですからねこれがね難しいのよ、難しいんですよ、うん、3年生の頃近くのうどん屋さんでうどんを食べていたところ、壁のメニューが菓子箱のような厚紙に書いて引っ掛けてあるだけの、あまりにも貧相だったものなので、札みたいなものだったから、うん、レタリングをしていた私が木の板に鑑定流でメニューを書いて、あの歌舞伎の看板みたいな太くうねってる字ね、あれ鑑定流っていうんですか、はい、でメニューを書いて、ついでに表の立て看板も書いてあげることになり、私は看板文字の練習になるし、で店のおばさんからは喜ばれて小遣いをもらいました。ほー、一枚いくらだったんだろうか。まああれだよね、自分の特技を売るという素晴らしいじゃないですか、うん、一石二鳥、一石二鳥、ウィンウィンですよ、今で言うどっちも喜ぶという。あ俺もまあ伴奏して、はい、なんか、まあ、取っとけよっていうのはありましたね。あらいいね、いいね、いろんなところでいや、そういう町に住んでたんですよ。あそういうなんか、うん、はい、あの下松の、うん、でもあれですよ、100円200円ですよ、うんうん、だってあれでしょ、練習しにギターを背負ってたのに町で声かけられるでしょ、裸で持ってたから、裸で歩いてたわけじゃないんですよギターケースがなかったからじゃあどんな風に声かけられたんですか。で行ったらなんて言われるんですか。適当にやってくれ、なんか弾けと、弾け、なんか弾け、なんでもいい、なんでもいい、なんか弾け、流しじゃないんだからね、はいはい、さあ、臨時収入ですけどね、竹やぶで1億円っていうのがありましたね、昭和に拾ったね、あったね、あったよね、うん、あその人はその後なんていう特集も組まれてるの見たことあります。よくだからあの頃なんかあのね、グレーなお金、竹やぶ行ったんだから、いろいろもう本当本当